2013年のパキスタン地震は同年9月24日16時29分47秒にパキスタンのバローチスターン州で発生した地震である。MW7.7、震源の深さ 15km で515人以上の死者と600人以上の負傷者が発生した。また、アラビア海に新島が形成された。パキスタン南西部地震の故障も用いられる。 地震のタイプは、浅い近く内での横ずれ断層型の地震であった。パキスタンでは、ユーラシアプレートに対して、インドプレートとアラビアプレートが沈み込んでいる複雑な構造をしているため地震が発生しやすいが、今回の地震の付近では、1990年7月に発生し6人の死者を出した MW6.1 の地震以外、過去40年間大規模な地震発生がなかった。 この地震では、震源に近い都市であるアワランでメルカリ震度階級で震度7を記録したほか、震源から遠く離れたインドやオマーンでも揺れを感じた。東京大学地震研究所の解析では、破壊の進行速度が S 波の速度を超えており、朝鮮弾破壊という現象が生じた可能性を示唆するデータが得られたとしている。震源付近では、 MW4.7 以上の余震が10回発生している。最大規模は、本震から約7分後の MW5.9 の地震である。9月28日午後0時34分、M6.8 の余震があり、少なくとも22人が死亡した。震源地は、本震より北北東 30km、深さは 14.8km である。地震に襲われた地域は、 泥レンガで作られた建物が多くあり、多くの建物が本震や余震によって倒壊している。信号から約6 6トル離れたアワランでは約80%の建物が損傷、または倒壊したとされている。これによって確認されているだけでも208人の死者と350人の負傷者が発生しているが、全容把握に時間がかかっている。また、 クワダル沖のアラビア海に新島が出現したことが確認されており、海岸付近は見物人が多数集まっている。海岸から約 1.6km の地点で、高さ約 6m から 9m、直径約 30m から 100m の規模である。アメリカ地質調査所も、この島の存在を確認しているが、今回のような地震の規模で、このような大きさの島が形成されることは、 珍しいとされている。なお、新王と島が出現した距離が約 400km 離れていることから、今回の地震との直接の関係を疑問視する研究者もいる。ありがとうございます。